るいちゃん、おはよう。そんなとこおったん、行ってくんで、バイバイ。ええ、今度いいよ、行ってくんで、バイバイ。今度いいよ、バイバイ。誰も身をよこしな。おい、好きな言葉は汚物は消毒。どうも、マリアのヒムロックです。いつもありがとうございます。はい、というわけで本日はいつものお店、いつも通りのお店はいつも通りの状況だと思いますんで、本日もディスクアップを頑張りたいと思います。なんかね、常連さん情報によれば昨日末尾9番台が全台高設定じゃないかと思われるという情報が私の耳に飛び込んできましたので、まあ、一応ディスクチェックしたんですよ。だから末尾9番台全然でしたので、まあ据え置きないと思うんやけど、まあ一応狙ってみようかなみたいな感じで、やっていきたいと思います。それでは最後までよろしくお願いいたします。いってきます。よっしゃ、それじゃあ。実はちょっと秘密にしてたんですけど、攻略法を使いますね。
Thank you.
What?
前はもう死んでいる。もうおじいさんくたびれたみたいなんで終わります。お疲れ様でした。実践終了ということで
なんとか勝つことができましたね。前半戦は結構厳しかったんですけれども、まあ今まで隠してた北斗神拳の究極奥義の、まあ、乱数調整打法を行ったところ、まあ、無事にゾウさんもキャラリンも通常時に出てきたということで、まあ本当はねちょっと教えたくなかったんですけどね、皆さんに。まあでもまたプラス20枚30枚っていうところを見せても仕方ないんでね。まあ今回ばっかりはもうこの動画を見た人は本当ラッキーだと思います。本当にラッキーだと思いますよ。究極打法見れましたから、はい、まあまあそんなわけで、相変わらず設定は1位ですけれども、常連さん情報によれば明日は激アツかもしれないと、いい花にも設定が入るんじゃないかとまあでも入っても5なんでしょうけどね。いい花にも究極打法あるんですけどね、まあそれはまたのお楽しみということで、はい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。雨もね降りそうですし、それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。